会計ギタリスト DDG です。超絶ギター道場へようこそ。今回はですね、このねトリロジースーツの3連のフレーズについてお話しさせていただこうかなと思います。以前にもこのね、3連のフレーズ非常に苦手でリズムが合わないというお話をさせていただいたことがあるんですが、今回、かなり改善ができたので、前回とねちょっとね全く言っていることが違くなってしまうんですが、まあ前回のねちょっと訂正版ということでお話を進めていこうかなと思います。前回は確かね、超絶ギター道場シャープ112の方でねお話をさせていただいたんですが、この頭の音のこのフレーズだったら、この音にアクセントを置いてリズムを一定にするようにしてみたっていうねお話をしているんですが、まあ実際これだとリズム合わないんですよね。まあ全然合ってないんですよね。で今回これだとかなり合うようになりました。この弾き方だとね。で何が違うのか、これとで、このね最初のこの弾き方って音を一定に合わせようとしてるんですけれども、なんかねこうリズムが不安定でちょっとおかしいんですよね。でよく聞いてみたんですが、なんか大きな勘違いをこう僕していて、自分ではその弾いている感覚の中でなんですけれども、最後の音が伸びてるように感じていたんですが、よく聞いてみたら実はそうじゃなくて、この音がちょっとこうなんていうのかな、突っ込みすぎてしまう、こうなってしまう。でこれってリズムっていうか音の長さを一定にしようとしすぎた結果こうなってしまって、でオリジナルをよく聞いてみたら、どちらかというとまあ本来は音の長さ一定なんですけれども、最後のねこのでいうとこの最後のこの音を若干伸ばしてるんじゃないのかなっていうふうに、僕ちょっとこう僕にはね耳の錯覚かもしれないんですが、そういうふうに聞こえたので、ちょっとねこういう感じに変えて弾いてみたら、こっちの方が全然合ってしまいました。じゃなくて、これぐらいの意識で弾いた方がね、なのでね、もう全然前回と言っていることがまるっきりね逆になってしまうんですが、前回はこの頭にねここにアクセントを置いていたと置いて弾くっていうねお話をさせていただいたんですが、もしかしたらね人それぞれその弾き方とかその音のその長さの感覚って違うと思うので、長さの感覚っていうかなんていうのかな、そのピッキングの感覚って、ね、違うと思うので、人によっては頭にアクセントを置いた方がね
合う人もいるかもしれないんですが、なんか僕はね、それだとどうしてもなんか合わなくてね、まあ、今回どうして合わないのかなっていうのをね、よく聞きながらこういろいろこう試してみたんですが、なんかパッとこうオリジナル聞いた感じだと最後の音が伸びてるように聞こえたので、うん、なんかこうしてみたらピタッとこうはまるようになりましたという、まあ前回のねお話の今回は訂正版なんですが、これでね、あの僕と同じようにもしかしたら改善する人もいるかもしれないのでね、まあ、結構ねこのフレーズ苦手っていう方多いんじゃないかなと思うし、まあ、ちょっとお役に立てればと思うんですが、いやお前全然弾けてないじゃんってね今回も言われてしまうかもしれませんが、まあね、まあ、まだ全然こうカチッとはめることはできていないので、もっとねいろいろこう考えながら練習していこうと思うんですが、まあ、ちょっとでもお役に立てれば嬉しいなと思います。ということで今回のね僕の動画楽しんでいただけてたり、いいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。破壊系ギタリスト DDG でした。